あと30、あと30。あ、30です。あ、あと30、あと30。来ました、来ました、来ました。お、店長も助けてくれるそうですよ。さてさて、何がいるでしょうか。何が出てくるでしょうか。お、お、え、でかい。お、何これ。何これ何すかこれ。メダイ、メダイ、でかい。やったー。メダイ、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 でかー、でかー。なんでこれ、でかっ。こんなでかいですね。やっぱやった、メダイだ、メダイ、やったこれはでかい。じゃあ改めて青戸さん、おめでとうございます。うわどうも、渡辺でございます。昨日ですかね、釣ったメダイですけども、早速料理の方してみたいと思います。はい、これ見てください。新調エプロンでございます。はい、イロハニポペとアングラーズ、アングラーブのエプロンでございます。僕の大好きな黄緑と、でですね、ほらこれですね、なんと青もあるんですよね。今度ね、僕の大好きな黄色とか青とか、あと赤もですね、準備していきたいと思います。はい、じゃあ早速なんですけど、昨日釣った、メダイですね、見ていきたいと思います。おいしょ、こちらです。おい、メダイでおます。じゃあこいつをですね、今日は料理していきたいと思います。これは青戸さんが、はい、釣り上げた、60センチぐらいのメダイです。ただ皆さん、あの動画でも僕言ってますけど、別に専門は料理じゃないです。僕パソコンを専門にしてますので、料理下手くそです。ただそんな素人でも簡単に料理できちゃうよっていう動画にしたいなと思ってます。何にしましょう。ちょっとね、美味しそうなんで一人だと食べきれませんので、とりあえず刺身にしましょうか、今回はね。よし、早速やっていきたいと思います。まずこのメダイなんですけど、ベタベタなんですよ。ただまず洗っていきたいと思います。よいしょ。まずこれはぬるぬるなので、今日秘密液用意してあります。今日ですね、見てください、スリーコインで買ってきた、今バズっている、シリコンたわしってやつ。シリコンたわし、なんかカレーの鍋とか洗うとすげえ綺麗に取れるって噂のシリコンたわしです。ただ試しにこれでやってみます。いきます。お、取れる、めっちゃ取れる。あ、すごい。あ、ちょっとびっくり。うん、取れた取れた。で、しかもほら見てください、超綺麗。よいしょ。どうしようかな、これちょっとまだあれなんですよ、糸つけっぱなしなんですよね。これちょっと取りたいな。取れました。ちょっと僕あんまりね、そんなにすいません、さばいてないんですよ、お魚あんまりさばいたことがないので下手くそですいません。まずエラを取ります。ここ切りますと。よし、で、あと裏側にして、おいしょ、ここのエラも切ります。取れました。そっか、今日は刺身以外に多分アラが残るので、ちゃんと丁寧に残したいと思います。で、お腹を裂きます。うわー、閲覧注意ですよ、閲覧注意。これすごい、内臓です。あ、でも肝も多少ありますね。ちょっと今日は内臓も食べたいので、内臓ちゃんも残しておきましょう。これですね、洗います。肝は残しましょう。僕内臓あれなんですよね、結構苦手なんですよ。茹でさっと閉じて食べる人いるじゃないですか。実はあんまりそんな得意じゃないんですよね。
しかもちょっとね、この胃袋のところがちょっとすごい綺麗に洗わないと本当にまずいのでね、綺麗になりますね。何が必要ですか。ちょっと思ったよりもでかいんで、ハサミで中身をちょっと切って、それをいろいろ取り出さないと、ね、ピンピン、せっかくね、釣った魚なんで美味しくちゃんと食べてあげないと。はい、食べられそうな内臓部分だけ取り出しました。まあ、あら汁にしても煮物にしてもいいんじゃないですか。うん、でお魚さんですけど、こちらです。ここをもうちょっと切りますと血合いが出てきます。血合い、はい、僕のマル秘グッズでございます。血合い取りと、あとは鱗剥がし、ね、これで血合いをガツガツ取ると。こうやって開けて、ほらーです。すごい、メダイを初めて僕中身さばいてみてますけど、白身なんですね、超うまそうです。この時に残ってるような内臓とかもちゃんと取っちゃった方がいいと、あの僕の見ている有名な料理動画でやってました。で、一回ちょっとね、拭かないと。あ、そうか、ごめんなさい、鱗取りを忘れてました。鱗取らないと。血合いを取ったら次鱗取りですね。鱗剥ぎます。よいしょ。鱗少ないっす。いいっす、いい感じっす。で、こうやって鱗剥ぐじゃないですか。料理人の方とか全部包丁でやるんですよ。すごいっすよね。僕もあの包丁でやろうと思ってやってたら指切ったんですよ。何が困るかと。僕のような仕事は指怪我するとマウスとかキーボードを触るのが痛いんで仕事になんなくなっちゃいましたんで、そっから僕は文明の利器に頼ります。今日は刺身ということでちょっと鱗が残るとね、うざいんでね。よし、布巾で切ります。はい、できました。こんな感じですか。はい、じゃあやっていきたいと思います。中もちゃんと綺麗に拭いとかないと。よいしょ、余計なね、ちょっと皮とか崩しとかないといけないので。よいしょ、じゃあさばいていきたいと思います。こっからはね、正直言いましょう、うまい人の動画見た方がいいっすよ。まず頭取ります。よいしょ、まな板に乗っかりきれないですね、これ。この骨と骨の間をプッてやると切れるんですよ。頭です。ドン、ガホーガホー。これ後でまた兜割りしますんで。で、とりあえず3枚におろしますか。硬い。すごい、青戸さん見てます、これすごいっすよ。超美味しそうっす。これめっちゃ骨柔らかいんじゃないの。え、骨っていう骨が感じられないんだけど、すごい柔らかい骨が。やばい、これちょっとミスっちゃったかもしれない、すいません。あ、気持ちいい、気持ちいい。これでまず1枚ですね。うわ、気持ちいい。メダイってこんな柔らかいんですよね、これ。いや、普通魚ってもっとめっちゃ硬いんですけど、こんな柔らかいんで、ちょっと見せちゃいましたよ。ういっ。で、ごめんなさいね、ほら、身ががっつり残っちゃいました。ちょっともったいないんで、煮付けにします、こっち。やっぱり、ちょっと身が余りすぎちゃいました。これはゴミですね。じゃあ先に釜を。カブト割りですね。カブト割り怖いっすよね、いつもね、これね。本当に上手い人たちすごく必要。このテコの原理を利用してってやつですね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。
かりできましたと。はい、頭の部分です。カッパこんな感じです。これ煮付けにしましょう。美味しく煮付けにいただきますよ私ね。3枚の1枚は食べませんので、今日妻に渡します。うん、ちょっとビスっちゃったんでもう取れちゃってますねあの骨が。皮を剥いで、皮が取れない、皮がぬめってて取れませんで、僕は皮も煮付けで食べちゃうんで持って帰ります。じゃあちょっとこれはもったいないんで骨を取ってあげてラップに包みましょう。映ってるかな、今骨抜いてるんですよ。毛抜きで、毛抜きで、はい、綺麗にできました。で、こうやってクッキングペーパーで巻いて、ラップで、まあ今度別日でね、ソテーにでもしましょうか。こっちはね、美味しそうなんで、これまた 2,3 日寝かせると美味しいんじゃないですかね。はい、できました。じゃあ本丸ですね。じゃあまずこっちはこいつここですね、これを取ります。よいしょ、硬っ。ちょうだい、さすがにこっちは硬いですね。すごい柔らかくて、うまい。あ、またじゃあちょっと行ってきますね。少々お待ちください。じゃあまずここから、皮を剥ぎます。あ、ミスっちゃいました、切っちゃいましたくっそ、これたまにするんですよ僕。皆さんそのこの場合どうしてます？僕少しずつ剥いでいくしかないんですよね、これ。あんまりグッてやったと身潰れちゃうじゃないですか。しかも一番途中、真ん中ぐらいで破けちゃいました。復活しました、多分これ逆になっちゃってますけど、おし、はあ、復活です。よかった、大丈夫でした。はい、これで一応いい感じですね。はい、じゃあ真ん中を切り取りまして、背骨のところを一回取らないといけないですよね。これはさすがに知っています。これですね、綺麗に柵が取れました。はい、まあね、今日はあの僕だけが食べるのでちょこっとだけです。はい、他はちょっとね、夜か明日の朝にでもね、寝かして食べてほしいなと思います、子供たちに。よし、うん、ほら見てください。はい、あえて今回はちょっと大きめに切っちゃいましょうか。できました。はい、じゃあなんかサラサラ、あとそっか、シソの葉とか準備したいですね。はい、大根です、シソの葉っぱでございます。はい、じゃあ皮むき器ですね。よいしょ、つま切り器。
盛り付けまして、そうですね、あの緑の皮が大きい残ってますけど、まあ気にしないでください。で、さっき出したシソ、僕一人用なんで1枚でいいっすかね。さっきの刺身を乗っけます。ういっと、はい、お刺身の出来上がりでございます。で、あとはですね、もう一つ、あの今日食べないと多分ダメになっちゃうと思うんで、内臓です。湯通しして霜降りして、ちょっとあのポン酢か何かで食べようかなと思ってます。お、じゃあお湯が沸きましたので、これですね、入れちゃいます。はい、出来上がり。で、改めまして、はい、湯引きした肝と刺身の出来上がりです。あとこちら柵です。これ2日、あと明日ぐらいにでちょうど美味しいんじゃないですかね。じゃあ早速試食したいと思います。よいしょ。じゃあね、こういうのちゃんと冷蔵庫に入れて、じゃあ、試食したいと思います。刺身、はい、内臓っていう言い方はないと思いますけど、で食べたいと思います。ポン酢を少しこちらにちょっとかけながら、あとお刺身ですね。じゃあ試食したいと思います。まずはちょっと肝から食べてみます。肝から、うん、うまい、甘いっす。うん、おいしいおいしい。じゃあちょっと胃袋もちょっと洗ってみてるんですよ。あー、胃袋はいいね、さっぱりしてますよ。うん、美味しい美味しい。よし、じゃあ刺身の方に行きたいと思います。このツマがですね、緑色なんですよ。まだ適当に剥いちゃったんで、見てください、これ超厚切りしたんですよ。あっ、あ、落ちた。これです、食べたいと思います。なんでしょうかね、すげえ柔らかいです。本当に一言で言うとすげえ柔らかい、美味しい。もう一回食べよう。これ酒のつまみで最高っすね。青戸さん、メダイまた釣ってきてください。これ美味しいっすよ。これしかもすごい肉厚ですし、あのなんかメダイって骨が柔らかいらしいんですよね。だいぶさっき切ったらすごい柔らかくて、そして身も淡白で美味しいですし、白身でいけてるな、これちょっとガツガツ食べちゃいます。うん、じゃあですね、今日おまけ動画になってると思いますけども、ちょっと料理してみました。ちょっとまたメダイ釣っていきたいです。なんかね、こんな風に料理動画もやっていきたいなと思ってますんで、あのおまけ動画として今日見ていただけるとありがたいなと思います。まあ、ヨハニポペとアングラブではこんな感じですね。あのいろんな釣りにまつわるこんな遊びをやっていきたいと思いますんで、引き続きご視聴お願いいたします。本日はありがとうございます。バイバーイ。